どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。ですね、前回の動画で、その前回の動画じゃないな、前々回の動画でですね、100万回再生回数がいったということで、まあ、そのツイキャスやろうかなみたいな話してましたけども、9月28日の日曜日、ツイキャスをやりたいと思います。第1回ですね、27日、まあ、要するに土曜日にですね、まあ、今ちょうど終わったんですけど、まあ、7時ぐらいからですね、その通知登録用キャスっていうのを行ったんですね。その通知登録用キャスっていうのは、まあ、実際話すことはしないで30分間ミュートでですね、まあ、ミュートにして、その通知だけをしてもらうという、まあ、そういうキャスを7時に開いたんですよ。まあ、そこでまあ追随していただいた方、まあ、ありがとうございます。それをですね、まあその28日にまあツイキャスやるよって言っても、その例えば何時からやれるってこう明確にちょっと言うことができないので、そのなんて言うんでしょう、通知をやはりしていただきたいじゃないですか。なのでその明日の28日の、12時から正午ですね、0時00分からですね、また同じように通知登録用キャスっていうのを行います。30分間ミュートで、ただ、まあ、通知をしてもらうためのキャス、私は一切喋りません、まあ、ミュートですからね。なのでそれを開くので通知登録をよろしくお願いします。28日に、ツイキャスをする内容としては、ですね、やっぱりその2年間クラッシュオブクランアプリが出てから2年間あるわけですけども、まあその2年間の中でやっぱアップデートとかいろいろなのがあるわけじゃないですか。情報修正とか、まあ下方修正みたいな、まあいろいろな修正が加えられていく中で、今のクラッシュオブクランの立ち位置というか、その2年間の時代の流れの中で今のクラッシュオブクランはどの位置にいるのかとか、まあ基本的にそのクラッシュオブクランの雑談を交えたというか、雑談ですね、まあそういうちょっとそういう系なことから、まあ雑談質問コーナーみたいな、そういうのを30分から1時間にかけて、やっていきたいと思います。ということで、もうね、ご覧で見てくださいというか、まあ通知登録を、0時からですね、0時からですね、正午から28日の正午から、通知キャスを開き、そして28日のどこかで、もうおそらく昼間か夜かどちらかですね、夕方はないと思います、もう1時とかになるのか夜の10時9時になるのか、まあ、そこは まだ未定ですけども、まあ、通知登録をね、明日の正午0時にですねやってもらって、まあ私がツイキャスをするので、そちらをね見ていただけたら嬉しいという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。